漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。てなわけで今回はメンテ終わりより開催されました。立ち向かえ、ニセギュスターブの精鋭部隊の周回編成のご紹介でございます。というわけでまずは今回のイベントのおさらいから、HP2730 目安の育成におすすめとのことでメモリーパネルと育成上限は同じ。交換所にてアビリティ付きの SS 体験武器のガラティン、ハイフ SS スタイルのサルゴン、SS 守防具の変名の鎧などをゲット。そして4月5日4時まではアイテムドロップ量が3倍となっておりますので、週末に周回を頑張って交換用のアイテムを集めておきましょう。また協力ミッションでは3000ジュエルなどの報酬をゲット。協力ミッションの開催期間は4月8日4時まで。協力ミッションの報酬受け取り期間は4月15日4時までとなっております。で、こちらのイベントを周回しまして協力ミッションを進めることでスコアバトルが解放。20% で激闘、偽りの後継者。40% で死闘、偽りの後継者が解放となっております。育成ボーナス対象キャラはこんな感じ。今回のガチャのピックアップスタイルは HP4 倍、ステ3倍、技ランクアップ2倍。サガフロ2のキャラ、コンボーと残属性のスキルを持つキャラはいつもの3倍となっております。今までの全キャラ3倍が美味しすぎたので、なんか物足りない感じですな。とマーシンイベントについて簡単に確認しましたが、今回のイベントでは絶賛ドロップ中の神錬成装備素材の天候シリーズの素材がドロップしませんので、4月1日4時まではメモリーパネルを周回して、ギリギリまで天候シリーズの錬成素材を集めるのもいいかと思います。今度はいつ復刻するかわかりませんからね。まあ残り時間あとわずかとなっておりますので、今から頑張ってもそんなに集めることはできませんが、とまあ今回のイベントに関しましてはこんな感じですかね。それでは今回のイベントのランク上げ編成と高速周回編成のご紹介。それではまず今回周回する20ウルトラハードに出現する敵について、こちらで出現する敵はラウンド1もラウンド2も鋼鉄兵5体のみ、弱点は残がマイナス45となっておりまして、敵の HP は19万1710ときと高めとなっております。高速周回する場合はそれ以上の火力が出せる全体攻撃ができるスタイルを1、2体編成して周回していく感じですな。そして状態異常耐性に関しましては気絶耐性以外は0で状態異常は入れたい放題となっております。なもんで全体の状態異常攻撃ができるスタイルをお持ちの方ならば、安全にランク上げ周回することが可能となっております。というわけでこちらが私の技ランク上げ用周回パーティー。陣形はバックコンセントレーション。配置はこんな感じです。1番にオルレット。ステータスと装備はこんな感じです。2ターン連続イグニッションを連打するだけの簡単なお仕事です。あとは適当に技ランク上げしたいメンツを編成しまして、4番にアントニウスお兄様、ステータスと装備はこんな感じです。到底の極刀を装備しております。ラウンド1のフィニッシャーとして採用しております。5番にウルピナ、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 108% となっております。打防烈風剣プラスを継承。ラウンド2のフィニッシャーとして採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。オルレットのイグニッションで全体スタン付与。あとは一方的に殴られる痛さと怖さを教えてあげるだけの簡単なお仕事です。技ランク育成枠を増やしたい場合はフィニッシャーを1体にすれば OK です。また、ダラダラと技ランク上げをしたい場合は、毎ターン行動不能にできる全体状態異常攻撃持ちを編成して、フィニッシャーを外して周回してくださいませ。気絶以外の行動不能にできる状態異常持ちなら誰でも OK なので、今回は編成の幅はかなり広い感じです。とこんな感じでダラダラランク上げ周回可能です。新スタイルをゲットしたらこんな感じで周回していきたいと思います。というのが私のランク上げ用編成。続きましてにて周回パーティーのご紹介。というわけでまずは周回パーティーその1。陣形は新速陣。配置はこんな感じです。1番にサルウィン。ステータスと装備はこんな感じです。追憶武器の月下美人を装備しております。激剣派を継承。ラウンド1、ラウンド2の全体火力として採用しております。
ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じで2手で終了です。月下美人がない方でも今回入手できるガラティーンを使えば、サクサク周回できるかと思います。続きまして周回パーティーその2、陣形は神速陣、配置はこんな感じです。1番にミステイ、ステータスと装備はこんな感じです。強く武器の陣雷風烈を装備しております。ラウンド1、ラウンド2の全体火力として採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞてな感じで2手で終了です。私の場合、白髪の爪ではワンパンできたりできなかったりで、微妙に火力が足りませんでしたが、育成上限まで育ってないのでもうちょっと育成するか、裏を振るなり商談試験をさらに解放すれば白髪の爪でもワンパンいけるかと思います。とりあえず私の手持ちで一人で引率にて周回できる編成はこの2つでございます。他におすすめの編成がございましたらコメントにて教えていただければこれ幸いでございます。以上、立ち向かえ、ニセギュスターブの精鋭部隊20ウルトラハード、私のランク上げ編成とにて周回編成のご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、